レンです。サツキです。お願いします。さあさあ始まりました。今日はとしです。はい。今日のお題言っちゃっていいですか。行きましょう。人間とチンパンジーのハイブリッド、ヒューマンジーについて。おお。ヒューマンジー。ヒューマンジー。ハイブリッド。ハイブリッド。これさ、映画とかでよく見るスパイダーマンとか、あとねテラフォーマーズとかさ、あの別の生き物を掛け合わせてさ、なんかちょっと強くなるみたいなあるやん。ありますよ。キメラみたいな感じ、まあ、イメージとしては、それの人間バージョンだけど、あのロブルッチとかロブルッチカクとかいるやん、ワンピース。あー、いますね。そう、それの人間とチンパンジーが交配されたヒューマンジーというのが実際に誕生したというお話をついて、実際にいたんですね。いました。そのお話を今回話していきたいと思います、はい、ということで、はい、人間と神なら知ってますけど、釈迦。さあ早速いきます、はい、これじゃあいつ誕生したのかつよ、はい、これ実はこの実験100年前に行われていたとされていて、ある有名な科学者がその実験は成功したと言っている。かつてヒューマンジーが実在したと主張しているのはアメリカニューヨーク州立オールバニ校の心理学者ゴードン・ギャロップである。ゴードン・ギャロップっていうのは、動物が鏡に映った自分をその自己と認識できるかを調べる共像認知テストっていうのを開発したことで有名な科学者で、なるほど。で、霊長類の研究でももう最も知られている人物である。でもギャロップは若い頃かつて秘密裏に行われていた実験について話を聞いたということなんですよ。なんか若かりし頃に聞いちゃったお話、なるほど、をこれからも話していくんですけど、で、このギャロップによると人間とチンパンジーを交配する実験が行われたのはもう1920年代のことなんですよ。本当に言ってんの？今から100年前で、実験はアメリカフロリダ州のオレンジパークの研究所で行われて、で、人間の男性の精液を使ってメスのチンパンジーはヒューマンジーを出産したと言われていて、でもこれ実際誕生したんですよ。でもいざ誕生しちゃうと科学者たちはちょっとパニックになって、あ、これ倫理的とか道徳的にちょっとまずいなってなって、この子供たちを生後数週間で安楽死させたっていう。で、ギャロップがこの実験の話を聞いたのは1930年代から、まあ、10年後ぐらいですね、で、話をしてくれたその元大学教授っていうのは有名な研究機関で働いてた経歴もあって信頼のおける人物であるってことで、まあ、一応信憑性のある話って言われてるんですよ。なるほどね、はい、生まれちゃったんですね。生まれちゃったって言われてます。でも、聞いた話だもんね。でも、結局そうや、ね、あくまで都市伝説ないけど、ね、一応やっててたっていう例があって、で、これってさ、成功例もあれば失敗例もあるんですけど、失敗例、あの人間と霊長類の交配実験が行われたのはアメリカだけじゃなくて、人工授精と主観雑種を専門としていた生物学者、イリア・イワノフっていう人がいたんやけど、これは人が人間の男性の精子でチンパンジーのメスを妊娠させる実験を行ってたことで知られていて、で、その実験の背後には猿の身体能力と人間の知能を併せ持った超人兵士を開発したいっていう、あの上層部の意向があったという。だ、戦争バチバチやってる時だから、うわ、もうだから、でもとんでもない、ピョンピョン跳ねる、バババババってチンパンジーランボーみたいな、バキブキですもんね、これ筋肉を開発しようとしてたけど、このイワノフ氏の実験は成功しなかった。で、実験に使ったメスのチンパンジーたちはみんな死んでしまったというんですよ。で、イワノフは次の手としてまだやる、霊長類のオスと人間の女性を使う実験を計画してて、でもその用意したオラウータンが、あの精子を採取する前に死亡しちゃって、で、結局実験は行われなかったってなってて、で、その後にね、度重なる失敗と、あともう政変、いろいろあったから当時のソ連で、イワノフはもう地位失っちゃったんですよ。もういろんな失敗重ねて、ね、で、政治的批判と逮捕を得てカザフスタンに亡命した彼は1932年病死しました。ああ、だからもう叶わず、彼の研究は。そんなジャンプしながら戦う兵士欲しかったでもこれソ連だけじゃなくて、同様の実験は中国でも行われていたとされる。やってそう。1967年ですね、これは。メスの霊長類が人間の精子で妊娠したが、
世話をできず死んでしまったという。なんで？だからまあ難しいんじゃないかな、今は前例がないから。この時ってあの文化大革命が行われた時代で、で実験を行ってた科学者たちはもう農村に送られちゃったよ、うんうんうん、なるほど、お前らもう帰れと、うん、でプロジェクトを中断放棄せざるを得なかったということで、まあこれも失敗に終わっちゃったという。なるほど。ギャロップね、最初出てきた、はい、ギャロップは人間とチンパンジーやゴリラ、オラウータンとの交配は可能って主張してるんですよ。ゴリラと人間の雑種を示すヒュリラっていうワードなんで、ヒュリラ、ヒュリラ、あとオラウータンと人間の雑種を表すヒューランっていう言葉まで提唱してるんですよ。でもこれと同時にやっぱりそれを証明するのはやっぱり難しいと。さっき言ったのも事実かどうかっていうのは、ただでも今の科学やったら実際できるんじゃないかと。確かにね、なんかできそうな気もするわ。倫理的な問題だけ。そうやねんな、このヒューマン人を実際に作るっていうのはめっちゃ魅力的なんやけども、その倫理的とか、はいはい、まあ、道徳的な問題ですね。なるほど。いろんな多くの問題あって、うん、で実験にもかなりお金かかるやん、この未知の。確かに確かに。でそのコストを上回るメリットがあるかどうかっていうのも、そこなんですよね。そう、はっきり言って作っちゃったところで、そうだよね、人間になんかいい影響があるのかわからないんで、うん、まあこれこの実験はまあ今後も続いていくのか、うん、果たしてそのなくなるのかっていう話でした。なるほどね。なるほど。まあでも一種のロマンだよね、もうなんかそういうさ、キメラとかさ、何かを掛け合わせる違う。できると思うよ、科学詳しくないけど。頭はでも人間のままなんですかね。どっちで産むかにもよる。そうですよね。それも母体が、はいはいはい、いや確かにありますか、結論。結論ですね。あそうですね、一つだけでございます、はい、ヒュージャックマン、ツナ引き勝ち。